まず一番上に作った沼、これはもう確実に沼なんだけど、一応確認しておきましょう。ここに餌をまくと、まあ、魚が出ます。まあ、釣れるのは沼っていうか、あれな、池だね。これなんか沼って言っちゃうんですけど、池の生物来い、来た。はい、ザリガニ、池だね、完全に池で。次はね、この滝をつけました。なんか川って滝があるイメージだから、滝だけつけてみました。これは川なのか沼なのか、沼じゃない、池だなんで間違えちゃうの、沼と池を。魚取れるか、来い、来た。はい、土壌、土壌ってことは川だ。滝がこうあるだけで川なんですよ。で、次これね、一本に長いごぼうみたいなほんとごぼうみたいな沼なんか全部沼になっちゃうわ。で、ここに魚を置いて、狭いな、この池狭いな。いや、池なのか川なのか。川といえば長いこの一本の道みたいな、これがなんかもう川の代名詞と言ってもいいぐらい。もしかしたら川なのか池なのか。お、土壌ってことはこれ川なんよ。こんだけ長いと一本の道があるだけで川なんよ。すごくない？